ヘラヘラ笑ってんねやろ、リスナーでパソコン得意なやつは。なんか、結局、僕のこの飛んでいったやつも、なんか、アホやなぁ思って、ヘラヘラ笑ってんねやろ。ようやくなんかいろんなことが、こうデジタル化してきた言うて喜んでたのよ。ところがや、こんなこと突然メールが送られるようになってる。なんかは飛んでいった。なんか部品みたいなやつ。怖いで。いや、パソコンって怖いで。そんなん一枚、メール一枚ではね、もう送られるようになりますとかやね。ね、なんか、そっちがやれ、クリックせえ言うからやね。ダウンロードせえ言うからダウンロードしたら、ペーンなくなったやね。わけわからんで。わけわからんと思ってるやつがおるということを覚えとけ。ちょっと、車田さんお水買ってきてください。さゆ。かえちゃん、ちょっとさゆ入れてけわかんわ、もう。もうすべてがもう、送らなあかんねん、大至急、そのメールも。請求書が来とんねん、海外からなんか知らんけど。それを分かりましたっていう、あれを、はよ入れんと、逃げられ、逃げ、あいつ金払わんと、逃げとんちゃうかみたいになるからよね。請求、あれ行ったんかな、請求書。いや、入れてへんもん、何も。行くわけあれへん。だって、文章作って分かりましたっていう、いろんなを作ってやね、ほんで、ペーンって送られへんようになったのにやね、その突然ダウンロード、したやつがやね、バーンってそんなんなるわけないやん。それはわかるわ。そんな丸っこい中に俺のあの文章入ってるわけないもん。そうやってなんか、言うもん、送られた時、シュワインっていう音なるもん。ただただ何にも言わんと、ツンって落ちていただけ。あれ、なんか音入れてほしいな、そうやけど。何かもわからん部品。あれ、ちょっと待ってよ。落ち着いた。そりゃ、思い出した。こういう興奮した時は白湯飲むね。味もせさるりもないわ。始めていきましょうか。ナイティナ岡村隆史のオールナイトニッポン。この番組は、高須クリニック、セブン&アイホールディングス、日本公認会計士協会、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。さあ、それでは曲聴いていただきましょう。杉並区ペンネーム、戸井田拓からいただきました。大原櫻子です。レスリング元世界王者山本聖子さんのことをダルビッシュ目線で歌った曲です。無敵のガールフレンド。ナイン岡村隆史のオールナイトニッポン。番組ではあなたからのメールを待っています。受付メールアドレスは okamura@allnightnippon.com、 okamura@allnightnippon.com。 パソコン、スマートフォンで聞きたいという方は、日本放送のホームページからラジコのバナーをクリックしてください。岡村隆史のオールナイトニッポン。さあ、メールが、来ました。ラジオネームイカナゴからいただきました。岡村さん、 Mac だとこれ読み方もどう読んでいいのか。アップストアという青いアイコンをクリックするとアップロードの状況がわかると思いますよ。もうああやね、広げたろか、ここで、パウロのパソコン。まあ、飛んでいきよったぞ、ほんまに。あれ知ってる？ドンキーコングの。ドンキーコングの裏技の話しれっとしたけど、知ってる？樽が上から、こう転がってきて、それをジャンプしながら上まで上がっていくっていう、あれの一面目に裏技が実はあったのよ。バーっと登っていって、一個目の階段ピーって上がんの。で、上がった時にちょっとだけレバーカチャンって右にパーンって一瞬移動さすね。ほんなら、おっちゃんがチョンって横に移動すんの。で、ちょっと移動したのを見計らって、ね、右を、レバーを右に倒しながらボタンパーンって押すね。ほんだらおっちゃんがピューって飛び降りて、普通なら、死んでしまうんだけど、そのままスーンって消えんねん。で、消えたら次の面に行けん。
ていう裏技があって、それと同じように俺のダウンロードのやつが何もしてないの、そのおっさんみたいにスーンって消えていってんの。レバーやってない、ボタン1個押しただけやもん。そのあの矢印を持っていって言うからな、ダウンロード。まあかよちゃんが今ダウンロード せんでもいいですよって言うてんけど、押してもたんやなあ。押したらなんか飛んでったやろ、おっさん、おっさんじゃない、タイヤみたいな、タイヤみたいなやん。おっだだだタイヤ分かる、タイヤやねんて、丸いやだ。俺も確認できへんかってんて。だからそのボタンをパンと押したよ。その時画面見てないやん。矢印でそのダウンロードっていうとこの矢印まで持って行って、ボタン見てボタンポンと押したんやん。あの普通の人やったら多分画面見てんねん。でも俺はもうボタン一回見なあかんから、ボタンペって見て押したんを確認してパッて見たら、一瞬丸いやつがファーンって飛んでいってスンと降りてん。だから何かもわからんねん、その丸いのが。なんか飛んでいってんで。だから俺もその確認でけん。あれは早すぎるわ。Mac の人からしたら、もっと何なのか、もっとしっかり、見せてくれんと何なのかっていうのを。普通に、ドーン、ものすごい早かったよ。スーパースローで見せてくれんと何かわからん。丸いなんか、タイヤみたいなのが、ドーンって。ほんで、なんか、その後、一瞬だけ、なんか出たな、そう言ったら、今確認したら、今思い出したわ。ツーンって消えた後に、なんか、ブイーンって、なんか、一回出たよな。一回出たわ、何かわかる。それもわからんねん、何か。え、なんか出たと思って。王子さん、じゃあ、それも丸いねん、なんか。一回多分、飛んでいったやつが、みんな聞いて、ちょっと。こう、ビューンで飛んでいって、右端の方に、画面の右端の方に、ツーンって消えて。あ、なんか、飛んでて消えたわと思ったら、その後にちょっと待ったら、ペーンってなんか顔出してんの。なんか出してんな、顔。なんか出しようって、ペーンって。それが何かもわからんねんで。息増えた。何がやの何の息増えねんな。別に死んでへんが。それドンキーコングやろ、だって。ちゃうね、ドンキーコングの話と、ドンキーコングの話は裏技の話で、そのおっさんが飛んでいくのと同じような感じで消えていったっていう話やねんけど、ドンキーコングがその後大津さん出てけへんもん。そのまま2名行くだけやのに、その後ファーンって、わ、なんか消えたわーと思った後に、なんか一回だけピーンって出て、うわ、何やと思ったらもう二度と出てけへんかった、それ。何かわからんねん、だから。誰がわかんねんやろな、これ。リスナーはわかってて、香川さんわかる？なんか丸いの飛んでてんのよ。